はい、次はですね、2軒目になりますけども、群馬県の東吾妻町の、カラホリ遺跡となります。アク抜きの水場で祭り大木中、アク抜きの水場で祭り大木中、下條さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。緊張してませんか？いや全然大丈夫、はい、あのカラホリ遺跡、はい、カラホリ遺跡ですね。これはあの、まあ、さっきありましたけど群馬県の東吾妻町、ここはあの榛名山ってこう、ね、火山がありますけど、それ伊香保温泉ってね、うん、ありますね。そのこう西側にこうあの草津温泉というのがまたありますけど、その間の谷合いの町なんですけどね、まあ、そこであの見つかった縄文時代後期から晩期ですから、まあ、4000年前から2500年前ぐらいのそういう遺跡ですね。でこの遺跡はあの水場遺構でね、水、まあ、これおそらく、まあ、あのこう植物のアク抜きとかそういうことをやるような作業場じゃないかって言われてるんですけど、まあ、そういう遺構と、まあ、集落縦穴建物を見つかってるんですけど、まあ、どっちかというとその作業場みたいな、まあ、そういうような遺跡としてですね見つかったものでございます。結構あのいろんな遺物が見つかっていて、まあ、特にこう祭祀ですね、あのよくこう縄文時代ですと土偶とかですね、うん、それから、まあ、土板、岩盤とか土板とかですね、うん、そういったものが出てます。それからあの多いのはこう耳飾りですね、うん、800点ぐらい耳飾りが見つかっていて、そういった祭祀以降、まあ、さっき作業場と申し上げましたけど、そういう作業場とですね、その祭祀物がこう見つかっているという、まあ、ちょっとあの一般的な集落というよりも、まあ、作業場あるいはお祭りの場所と、まあ、そういった遺跡ですね。はい、なるほど。じゃあ、ちょっとその、まあ、カラホリ遺跡の中で皆さんに伝えておきたいですね、うん、大事なポイントって何ですか？これがね、これね、うん、すごいのが出てますよね、ここね。今話に出てこなかったやつ1個あった気がする。そうね、あのさっきね、大沢さんがね、うん、最後にね、大木中って、ね、あ、それ大木中です、ね、大木中って言ってたと思うんですよね。それなんですよね。大木中ってね、うん、何のことだって思うじゃないですか、うん、ここも大きいんですね、大きなこう木柱なんですね。何に使うんでしょうね、ちょっとねこれが分かんないですけど、あの大木柱っていうのは、まあ、大きいんですね。大きさがですね、人の身長ぐらいあって153センチぐらいです、うんうん、であの丸太状になってて、まあ、こう径が30、35センチぐらいあるんですかね、うん、それがこう あって、でこれがそのさっき申し上げた水場遺構の、まあ、その下から見つかった、うん、埋められてね、うん、見つかって、でこの木柱あのすごいのがですね、その表面ですね、木柱の表面にこうあの U 字型をこう並べたような、うん、こうあのまあ、それをこう浮き彫りにしたね、うん、痕跡があって、まあ明らかにこうちょっとこう祈りをですね感じさせるような遺物なんですよ。さっきも大沢さんがねすごい大木中って言ったのは、まあそういう祈りを込めてね言ってたんですよね。大木中、大木中、うん、だからまあこれはね、あの展示でもですね、今あのそれだけをこう単体でうん、あの展示してますね。ですね。これぜひ見ていただきたいですね。ですね、展示台の目線の高さぐらいに見れるようになってますので、うん、まあ、そのさっきの浮き彫りの模様なんかですね、よくわかりますし、やっぱりこう角度がですね、うん、ありまして、その浮き彫りが見える角度をきれいに展示してますので。本当ですか？私ね、実はまだ見てない。うん、見てないの。本当ですか？うん、見てないんですけど、どうでした？張さん、あれ見て。まずでかいですね。あ、でかいですね。うん、あと彫刻ぐるりとあるんですけど、片っぽ一つの方向だけにその U 字型のですね、木彫りがあったりとかして、うん、まあ、なんかこのその方向に意味か角度に意味があるんだろうなと思いますけど、ね、うん、
なんかまあ、U 字型もですね、こうあの4つこう U 字があって、真ん中、まあ、その2個2個で対称になってるんですよね。うん、そういう、まあ、これデザインがもう本当にこう洗練されててですね、うん、非常にこう面白い物です。で、まあ、大型木柱って縄文時代そんなに出てなくてですね、有名なその遺跡で、石川県に真脇遺跡、まあ、ちょっと最近こう地震があってというところもありましたけれども、真脇遺跡と、それから岩手県のですね、志田内遺跡というところから出てます。これはまあこの2つは非常にこう大きなもので、おそらくこう立って使われたんじゃないかというふうにも言われてるんですけど、まあ、今回のやつはこう埋められてね、やられてるから、まあそういう水場遺構と、まあ、祈りとの関係みたいなものが分かる、まあ、実際にそのこの木柱が何に使われたかはちょっとよく分からないんですけど、まあ、そういうその、まあ、土偶だけではなくて、耳飾りだけではなくて見ていただきたいというところがあります。まあ、耳飾りもですね、この木柱のこの U 字型がね、同じようなデザインが施された耳飾り出てますんで、これもね、見どころちょっと比べていただくと ね、 いいと思いますね。はい、ありました。これとまあ群馬の谷合の中でそういった縄文時代の精神世界を示すものが現れたということで、非常に面白い世界だと思います。調査長、調査長、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、続きましてですね、3件目は埼玉県の埼玉市にあります史跡新福寺貝塚です。高まりの輪っかの上の村づくり、高まりの輪っかの上の村づくり。この遺跡についてはですね、今回列島展一緒にですね、遺物を展示をしました岡田研修生からお願いしたいと思います。ぜひ自己紹介を含めてですね、はい、お願いします。ありがとうございます。はじめまして、この4月からですね、岐阜県の大野町というところから、研修生としてお世話になっている、岡田といいます。よろしくお願いします。早速なんですけれども、史跡新福寺貝塚ですね、今町長坂の方からありましたけれども、埼玉県埼玉市の、大宮台地というところの台地上にある、縄文時代後期から、まあ、晩期、まあ、大体3800年から2600年くらい前の遺跡でして、まあ、立地で言いますと岩槻インターチェンジというところがありまして、まあ、そこから東に車で15分くらいで、徒歩ですと岩槻駅というところからですね、南に大体30分ぐらいの、まあ、国の史跡の遺跡です。まあ、どんな遺跡かと言いますと、まあ、貝塚というだけありまして、まあ、縄文人が食べた、まあ、貝殻であるたりとか、まあ、その他ゴミですねが積み重なった遺跡、まあ、なんですけれども、新福寺貝塚の場合はそのゴミ捨て場というところではだけではなくてですね、人が暮らした住居であったりとか、その貝を取ったであろうっていう水場っていう全てが一体となった遺跡ということが分かっています。まあ、なのでですね、これがまあ国内唯一の例ということで、昭和50年にですね、史跡に指定されたという遺跡になります。はい、確か新福寺貝塚は大正年間ぐらいから調査始まっていて、ずいぶん長い歴史を持つ遺跡ですけども、まあ、今回のですね、まあ、展示の見どころっていうのをですね、教えてほしいんですけど。そうですね、まあ、今調査さんからありましたけれども、もう大正年間からですね、注目されている遺跡でありまして、まあ、一番、まあ、有名なのはですね、ミミズク道具というですね、今回の列島展の図録の中にもありますので、ちょっと分かりにくいところにあるので皆さんぜひ探していただきたいんですけれども、ミミズク道具ですね、新福寺貝塚からはですね、合計3つ見つかっていまして、今回そのうち2つですかね、が展示されてます。1つはですね、非常に有名な、この辺に画像が映ってるかもしれないですけど、大正時代の重要文化財になっているミミズク道具ということで、完全な形で関係品でなってます。で、今回の展示されているミミズク道具はですね、残念ながら関係品ではなくてちょっと破片ですけれども、非常に可愛い顔をしておりまして、特にですね、道具、まあ、全般なんですけど、ミミズク道具に限らずなんですけど、まあ、顔に注目してほしくてですね、髪の形であったりとか、耳飾りだったりとかですね、そういったものが表現されています。まあ、そういったものがですね、縄文時代人がですね、どういうふうにアクセサリーつけたのかとか、どんな髪型していたのかとか、
まあ、そういったことの参考になったりもしますので、まあ、ぜひですね、皆さんに水黒宮あの現物見ていただいてですね、縄文人の格好をですね、想像していただけたらなと思います。なるほどですね、はい、ありがとうございます。ですね、はい、先ほど、まあ、ミミズク土偶の話を伺っていただきましたけども、はい、まあ、やはり貝塚っていうところで、はいはい、貝塚ならではの特徴で、その貝とかですね、その動物の依存体とか、そういったところの特徴とか、なんか皆さんに知ってほしいとかないですか、ね。そうですね、ちょっとマニアックな話になるんですけど、私は大変楽しい話になるんですけれども、お願いします。ちょっとお付き合いいただきたいんですけれども、貝塚から見つかる貝殻を分析するとですね、縄文時代人が何を食べていたかというのが分かるわけです。まあ、もちろんですね、先ほど申し上げた通り、新福寺貝塚は3800年から2600年という長い間なので、まあ、1200年間あるわけです。現代人に訳しますと、今から1000年前っていうと平安時代人になってしまうんですけど、まあ、今の人たちと平安時代人が同じものを食べているとは限らないと思うんですよ。同じようにですね、縄文時代の後期の人たちと晩期の人たちが同じものを食べていたわけではないということです。まあ、これは当たり前なんですけれども、新福寺貝塚の場合はですね、それが貝塚の貝殻から分かっていまして、最初海にいるですね、マガキ、まあ、高級食材ですけど、牡蠣を最初に食べてたんですけれども、だんだんとですね、シジミですね、海水にいない汽水域と言われるところにいる貝にどんどん変化していくっていうのが、これが徐々にですね、分かっていまして、まあ、これがその水場の採取する場所の変化なのか、例えば取る場所を変えてしまったのか、そういったことはちょっとわからないんですけど、まあ、少なくともですね、貝殻を分析するとマガキからシジミっていうふうに食べているものが変化しているということが分かってます。はい、大変分かりやすい質問、ご紹介でして、確かに我々は1000年前とかですね、もうもはや全然違うんですけども、縄文時代で一国に言っても当然環境の変化があるし、まあ、植生も変わっていくしと、そういうところも分かると。そういうことですね。ですね、まだこの遺跡の調査研究の魅力ですよね。そうですね、はい、分かりました。黒田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。青森県弘前市立博物館より参りました三国と申します。弘前市立博物館では、令和6年7月27日より9月16日まで、列島展の開催をいたします。見どころといたしましては、世界遺産登録されました、縄文遺跡群より、大森勝山遺跡ですとか三内丸山遺跡など、郷土の代表的な遺跡の紹介をいたします。弘前公園の中にある博物館ですので、ちょうど夏休みの期間にあたりますが、子どもさんたちもたくさん、いらっしゃることを期待しています。よろしくお願いいたします。